第5代と第6代の表紙初代から第4代も中央付近に小さく写っている地図かよし北海域線表紙は台湾かよし県水上下両村ドバと谷寮にある北海域線の通海地を示す記念碑。日本語でかよし北海域線表と表記されることもある。北海域線は北緯23.44度で下地の時期に太陽が天頂に来る最も高緯度の遺線であり、 台湾本島では、海予市県から、河連県を横切っている。海予市県には、水上橋に一箇所、河連県には、随美乗るごとと浜里に一箇所ずつ、表紙が建てられている。初代の記念碑は、日本統治時代の1908年に縦貫線の全線開通記念として、北海気線駅に隣接した、この地に、北海気線表として建てられた。その後、第二代、 昭和天皇が皇太子時代にこの地を訪問した時に改築を指示して作られた第3代、長部のみを新調した第4代、1941年12月17日のカヨ中保地震で倒壊した後に、知事はスケタロが設計して再建された第5代、現在最新の第6代と新しい記念碑に更新されてきた。現在のかヨ北回帰線表紙は、 第五代までの石柱状の記念碑ではなく、科学教育館として使われている、北海域線対応館そのものである。ありがとうございます。